はい、というわけで突然ではございますが、今日お昼だね。お昼12時に来ましたね。突然の、ニーヤコラボのね情報が追加されました。追加ユニットは 2B の強化映像および 9S の強化映像でした。いやこれね、強化映像というくだりは当たってたけども、A2 じゃなくて 9S の強化映像でしたね。まあ、これ 2B のね強化映像が 2P のっていうのはですね、あのコメント欄でもですね予想されてる方がいたんでね、もう見事ですね。で 9S がこれ分かんないのは、これ飛行ユニット HO229 タイプ S ということで、なんかすげえな、もうなんかかろうじて 9S の元の姿少し分かるけども、この 2B のこの姿かっこいい ね。で願わくばこれね、やっぱ無属性のままでいてほしいよね。まあおそらく 2B は前のまま無属性でいてくれることでしょうね。で 9S はもう完全にこれ重火器とかがすごいからね、どんな感じになるんだろう。でアークがバンカー、これまだね詳細も全然まだわからないけれども、あとログインボーナスが始まりますね。これがもう11月3日金曜の4時からだから、明日の朝4時からですねこれが始まりますんで、ね、だからもう今からですね、まあ、始めてくださいよということやけども、ただしコラボカウンターのログインボーナスとはオレンジオーブとか大金塊とかエーテリオンとか混ざそうなんで、石とかはないんだよね。なのでそれほど豪華ではないけれども、もう始まっちゃいますんで、まあ、コラボきっかけでね始める方にとっては、まあ今からねラストクラジア触ればですね石もたまりますからね、そういう準備もできるんじゃないかなと思います。とりあえず、速報でありますけれども、ニーヤコラボの復刻で追加されるユニットは2体 2B と 9S の境界映像で、アークは1つというパターンでした。これどうなるんでしょうね、ガチャね。そういやね、普通ユニットとアークセットでねガチャ追加されるから、どっちかだけについてくるのか、どっちもについてくるのかっていうのね、またこれは来週ならんと多分詳細出ないかな。ですけども、とりあえずですね、僕強化映像というくだりに関してはですね、当てることができましたので、よろしければ高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。